ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、鉄道の話題で気になったことがあるんだけど。なんだ？首都圏の路線の売り上げってどうなの？もちろん結構羽振りは良いぜ。そうなんだ、いろいろ知りたいな。了解した。それじゃあ今回は JR の在来線の売上高のランキングを紹介していくぜ。レッツゴー。今回は JR 東日本に焦点を当てて紹介するぜ。まずは第10位。最初は南武線だぜ。南武線は、東京の中心を走らない路線なんだ。東京中心から郊外に向かう中央線や、総武線とは違い、都心から放射線上に伸びた路線と交差する環状路線の役割を担っているぜ。こういった路線のメリットって何があるの？こういう路線があるおかげで郊外から郊外へ移動する際、一度都心部に行く必要が省ける。じゃあすごいありがたい路線なんだね。南武線は東京の多摩地区である立川から、多摩川沿いに沿って武蔵小杉、川崎に向かう。東京と神奈川を結ぶ路線なんだね。それで、この路線の収益はどれくらいなの？JR 東日本の公開した旅客運輸収入によると、2021年の収入は231億円なんだ。めちゃめちゃ多いな。それだけ南武線の需要が高いってことだ。第9位の路線だぜ。次は、京葉線だ。京葉線は、東京の玄関口である東京駅から、千葉の工業地帯沿いを通り、終点の蘇我までを結ぶ路線なんだ。この路線の収入は、248億円だ。京葉線って観光地が多い路線だよね？ディズニーとか。そうだな。京葉線は沿線沿いに数多くの娯楽施設やイベント施設、商業施設があるんだ。さっき言っていた東京ディズニーランドといい、葛西臨海公園とかね。イベント施設だと、幕張メッセなんかもある。他にもでかいイオンやららぽーとが死ぬほど立ってるぞ。だから住みやすいところでもあるんだ。そうだね、結構良さそう。そして、京葉線も南武線と同様、関東圏の他の鉄道会社との接点を持つ、東京メガループの一つなんだぜ。なんかかっこいい名前だね。そして、房総半島へ向かう特急列車も、この路線を通るんだ。最近はアクアラインに客を取られているけどな。他にも武蔵野線と直通運転を行っていて、埼玉方面からの利便性もいいんだ。ちょっと遠回りな感じはあるけど一本で舞浜に行けるならいいかもね。そうだな。続いて第8位だぜ。次の路線は、横浜線だ。この路線も東京メガループの一つなんだ。東京の八王子から、橋本、町田、相模原、新横浜を経由して、東神奈川までを結ぶんだ。ちなみに横浜線と名乗っているが、この路線上に横浜駅はない。あくまでも横浜周辺を走っているから横浜線なのね。路線の4割の線路が横浜市にあるしな。横浜市はでかいもんね。本当にその通りだ。横浜は港未来がピックアップされがちだが、横浜のほとんどは山で構成されているぜ。こういうの知らないで横浜住みたいって言っている人よくいるよな。住み始めてカルチャーショック受けるパターンだな。でも、港未来方面の直通列車もある。すべての快速列車は横浜、そして港未来の玄関口、桜木町に直通するぜ。じゃあ観光で行くんだったら便利だね。それで、この路線の収入はいくらなの？横浜線の収入は、284億円なんだ。メガループの路線は大体このくらいの額なんだね。確かにそうだが、メガループを全部合わせたらかなりの額になると思うぞ。それはそうだね、メガループの重要性がよくわかるよ。そして、横浜線は利便性を考慮して、根岸線にも直通運転しているぜ。桜木町よりも先に行くの？そうだぜ、磯子や大船にも行くんだ。今は根岸線と直通運転をしているが、昔は港未来線に乗り入れる計画もあった。そんな計画があったんだ。最終的には東急に乗り入れたけどな。そうだね。でも、横浜線と港未来線が繋がってもそれはそれで楽しいかもな。そうだね。そして7位の路線だぜ。次は、武蔵野線だ。この武蔵野線も、東京メガループの一つだ。今まで挙げてきた4路線すべてがメガループを構成するぜ。東京の府中本町から埼玉県を経由し、朝霞、浦和、川口、越谷、三郷を越えて、千葉県に入り、流山、松戸、市川を過ぎて、終点の西船橋までを結ぶんだ。すごい長い路線なんだね。そうだな、メガループの中で最も距離があるんだ。本当に東京を囲むような路線だぜ。この路線の収入はどれくらいなの？この路線の収入は、343億円だ。メガループの中で一番多いね。ちなみにメガループの合計収入はざっと見積もって1100億だ。東京を走る路線以上に稼いでる。郊外路線だからって侮るべきじゃないね。この沿線はどんな感じなの？やっぱりこの辺は住宅地が多いな。そして接続路線もかなり多い。JR の幹線路線には大体乗り換えられる。ショッピングモールとかも結構あって、三郷とか越谷レイクタウン。あとは東川口からちょっと離れているが、浦和美園なんかもそうだ。じゃあ結構住みやすそうな路線なんだね。
少なくとも見てくれはそうだな。実際はどうかわからん。住んでいる方のコメント待っています。続いて第6位だ。次の路線は常磐線だぜ。常磐線は東京の日暮里から下町である北千住、金町、亀有などを通り、ちょっとだけ千葉県を経由して日本海経由で仙台方面までを結ぶんだ。常磐線の一部分は東北本線を通るぜ。だから今回紹介する収入は東北本線と被らない区間で計算されているぜ。そっか、それでどれくらい稼いでるの？日暮里から岩沼まで648億円だ。それなりに距離があるからメガループ単体の額とは差があるね。そうだな。この路線の特徴として新幹線がある今なお上野から仙台まで特急が運行されているんだ。それはすごいね。最後まで乗っていく人はいるの？そういう人はあんまりいないだろうな。確かに日立に乗って行った方が新幹線より早い場所もあるけど、基本的には部分的に乗る人が多いから仙台まで運行されている。一本にした方が車両を1編成使うだけで済むしな。なるほどね。でもまあ在来線で長時間揺られて仙台に行くっていうのもありだと思うぞ。確かにそうだね。時間に余裕があれば乗ってもいいかも。また東京メトロの千代田線とも直通運転をしているんだ。それじゃあ都心部までも楽ちんだね。そうだな。続いて第5位は山手線だ。山手線が5位なんだ。もっと上位に食い込むのかと思ったよ。確かにそうだな。でもこれに関しては後で説明するわ。山手線は知っての通り東京23区の各都市を回る環状線の路線だ。日本の電車の顔と言っても過言ではない。山手線はどれくらいの収益なの？山手線は738億円だぜ。結構多いね。さっきの順位といい、山手線って知っているようで知らないことが多いな。そうだな、そういうことを知るのは結構面白いぞ。例えば、山手線は今は緑色のイメージだけど、かつては茶色だったんだ。そうだったの？というか路線関係なく、ほとんどの車両が茶色などの暗い色だったんだ。その時代は蒸気機関車とかも走っていて、すすで汚れが目立たないようにするためのな。なるほどね、じゃあ緑になるきっかけって何？新しい車両が登場したことがきっかけだったんだ。103系という列車でな、この車両から山手線の色が定着し始めたんだ。今までの車両とは違う、新性能電車ということをアピールするために色を黄緑にした。この時代は列車はカラフルという文化は日本にはなかったからな。なるほどね、でも、注目は浴びそうだよね。そうだな。山手線にはもっと色々魅力があるから、調べてみると面白いぜ。第4位は、総武線だ。総武線は、東京駅から東京の下町、両国、亀戸などを通り、千葉県の各都市を通って、終着、銚子までを結ぶ鉄道路線なんだ。この路線の収入はどれくらいなの？年間で約797億円だ。この路線もかなり稼いでるね。そうだな。総武線の特徴について教えてよ。総武線は、住みやすい路線としてはかなり評価されているんだ。そうなんだ。日中の運転本数もかなり多く、ラッシュ時には1時間に20本は走ってる。すごく多いんだね。そして、都心へのアクセスも良いんだ。総武観光線は、中央線の三鷹まで接続しているから、東京の中心に行きやすいんだ。しかも、乗り換えなしで行けるんだから、なお最高なんだぜ。それはありがたいね。そして、複数路線が乗り入れる駅を結んでいるんだ。だから、簡単に他の地域にも行きやすいぞ。いいねー。まあ、こうやって良いこともあるから、全然おすすめなんだけど、ちゃんとデメリットも考慮した方が良いと思うぞ。1時間に20本もあるってことは、それだけ人が乗る。つまり、満員電車に乗る必要だってある。乗り換えは楽でアクセスは便利でも、人身事故が起きると陸の孤島になりやすい。特に乗り換え路線のない駅でそれが起きたら死活問題だ。いくら便利な路線でも、そういうことを考慮しないと痛い目に遭うぞ。確かにごもっともだよね。いくらいい路線だから住んでも、自分のニーズに合わない路線だったら、後々後悔するのが目に見えるね。その通りだ。第3位は、中央本線だ。中央線は、東京駅から新宿などの大都市を通り、東京のベッドタウンである小金井や立川、八王子などを通るんだ。そして、神奈川県、山梨、長野、岐阜を通って、最終的に名古屋までを結ぶ路線だ。すごく長い路線なんだね。そうだな。今回の収支情報は JR 東日本の区間に基づいた情報を紹介するぜ。で、どれくらいの収入なの？この路線の収入は約1096億だ。1000億超えたね。そうだな、距離が長い路線だからっていうのもある。そして、これからの中央線は結構面白くなるんだ。そうなの？ああ、これから中央線にグリーン車が導入される。お、それはいいね。というか今までなかったんだ。そうだな。基本的に東日本の重量が走る中央線は、東京から高尾までなんだ。結構短い距離なんだね。東京都内で完結するんだ。そうなんだ。だからあんまし重要視されなかったんだ。
東海道線とかの方が重要だからね。だけど、混雑率が高いのもあるし、その区間で通勤で特急をする人もいるから、それに伴って導入が決まったんだ。なるほどね。本当は今年から来年にかけて導入が進む予定だったんだけど、半導体の不足で増備が遅れているんだ。それじゃあまだ時間がかかりそうだね。でも、楽しみだな。そうだな。第2位の路線だぜ。第2位は、東北本線だ。東北本線は、東京の上野から、宮城県の岐阜までを結ぶ路線なんだ。上野から赤羽、埼玉の大宮や宇都宮、郡山、福島、仙台などを結ぶ長大路線だぜ。かつては青森方面まで結んでいたんだけど、第3セクター化して今は岐阜までなんだ。なるほどね、この路線はどれくらいの収益なの？ここの路線は、約1302億円なんだ。結構高いね。そう、そしてこの路線の収益は、京浜東北線と、埼京線の一部も含まれてるんだ。どういうこと？京浜東北線と埼京線は、東北線と並行して走っているんだ。路線名は違うんだけど、その区間に関する収入は、東北線としてカウントされる。だから、ほとんどの路線と並行して走る京浜東北線の名前がランキングに入ってない。なるほどね。ずっと違和感があったんだ。京浜東北線がなかったから。そうだな。そして第1位は、東海道線だ。東海道線は、日本最古の鉄道で、東京から神戸までを結ぶ路線なんだ。東海道線の収益はどれくらいなの？約1610億円だ。東日本県内の並行路線も含めた額だから、これくらいの額になるぜ。なるほどね。東海道線は、ここ最近でもかなり盛り上がりのある路線なんだ。道路線としてカウントされる湘南新宿ラインでは、最近相鉄線と直通運転を開始したぜ。お、便利だね。他にも、特急列車も一新してリニューアル車両や、新型特急を導入した。踊り子にはコンセントのついた車両が登場したんだけど、工事の遅れなどがあって、整備が不十分な車両もあったんだ。それはちょっと困るかもね。そして、新型特急サフィール踊り子は、これまでの JR にない最高級な特急だ。一等車もこれまでにないプレミアムグリーンを導入したり、コンパートメントを導入したぜ。それは快適そうだね、乗ってみたい。そして、東京以北も、上野東京ラインがあるから、アクセスも申し分ない。常磐線や高崎線、宇都宮線にも行けるんだね。さて、今回はここまでだ。どうだった？路線の形態について一般認識と違ったところがあって、面白かったよ。京浜東北線が独立の路線としてカウントされなかったのはびっくりだな。確かにそうだな、山手線と肩を並べるほどの路線だからね。こういった並行路線は一つの大きな路線としてカウントされるから、結構面白いぞ。それじゃあ今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。